ケン・マクラウドケン・マクラウドは、スコットランドの SF 作家、ストーノ・ーウェイで生まれる。現在は、エディンバラ近郊のサウス・クイーンズ・フェリー在住。グラス号大学で、動物学の学士号を取得し、プログラマとして働きつつ、バイオメカニクスの収士論文を書いた。マクラウドの作品に登場する、政治形態は、社会主義、共産主義、アナキズム的色彩が強いものが多く、 特にトロツキズム、無政府本主義、リバタリアニズムなどの編集が多い。技術的テーマとしては、技術的得意点を前提として、人類の社会文化的進化や、ポストヒューマンとしてのサイボーグなどを扱う。その姿勢は一般に、テクノユートピア主義に分類されるものであるが、多くのテクノユートピア主義者とは異なり、マクラウドは、強い AI に対して、非常に懐疑的である。 悪役として登場する人物は、アナキズム原理主義者であることが多いマクラウドは、社会主義の理念とコンピュータプログラミングの用語を、織り混ぜたジョークを使うことでも知られている。例えば、著作の将題にトラステッドサードパーティーズとか、レボリューショナリープラットフォームとあるが、これらは二重の意味を持っている。また、未来のプログラマの組合を、インフォメーションワーカーズオブザワールドワイドウェブ、通称、 ウェブリーズとしているのは、インダストリアルワーカーズ・オブ・ザ・ワールドにちなんでいる。イギリスの新世代の SF 作家の一人であり、ハード SF とスペース・オペラを得意とする。同世代の作家としては、イアン・バンクス、アレステア・レナルズ、アダム・ロバーツ、チャールズ・ストロス、リズ・ウィリアムズがいる。21世紀初期に、ソビエト連邦が再建された世界を舞台としている。ありがとうございます。